鏡を使って困り顔かわいい対決。いやだい宇宙人みたいね、なんか鏡を使うことでやばい、やばいのはやっぱりあの後ろの鏡がちょっと大事だもんこれ。やばい外人さん。まあいろいろ話してますけども、うん、じゃあこの中でちょっとナルシストというかね、もう毎日鏡がないと不安になっちゃいますみたいなのはこの中で言いますでしょうか。まあ3人の中でこの中では誰が一番ナルシストみたいなある、誰だろう。まあ喧嘩にならん程度でいいけど、まあまあそれは基本ね、基本好きだろうけど、なんかみんなナルシストじゃないね。確かにね、なんかサバサバしてるよ。まあまあ確かに、そうです、キャピキャピしてないです。キャピキャピ感が全くないね。確かにキャピキャピ、いや、サバサバだわ。まあまあ、今日のアプリはですね、鏡文字練習ゲーム即書き鏡文字。ちょっとでもね、一番ナルシストだなと思う方にじゃあやってもらいますけども、うん、佐々木さんですかね。いや、俺も思った、はい、やってもらいましょう。スタート。馬をね、逆に書いてもらいましょう。まず、ウノ。おー、うまっ。終了。意外に、意外に44%。これは何、字のうまさですか。ちょっとスタートして、ステージ2いってみましょう。スタート。あ、ひよこね。よとかだけは難しいね。お、いいね。お、いいね。おー、おー、おー、さあ、これはいいんじゃないですか。おということでございますけれども、ああそういうことね。これでダヴィンチみたいに天才の脳になれるよということで。なるほど、いいね、すげえ。なるほどね。さあ後半戦はですね、この鏡を使って面白顔対決していただきましょう。3人のあんなこの顔や、あんな顔や、あんな顔、あんな顔が見れると思います。こうご期待。はい、大好きアプシー。じゃあ今回の企画はこちら、鏡を使って困り顔かわいい対決。いいよいしょーい。皆さんそれぞれ顔の真ん中にですね、こういう風に鏡を置いていただいて、困り顔をしてもらって、東京が一番かわいいと思う瞬間で写真を撮ります。かわいいと思う瞬間で、かわいいと思う瞬間。なるほど、かわいい困り顔した方が勝ちということでございます。はい、はい、でちょっと皆さんね、ちょっといった練習がてらカメラに向かって困り顔をしてもらってよろしいでしょうか。まあなんかね、うろたえてる感じもありますけど、まあちょっと怒ってる感じ。佐々木さんはもう無ですけどね。嘘嘘嘘嘘嘘嘘、困ってた。もっと困って、まあポイントといたしましてはね、もう眉間にしわ寄せ、ちょっと尖らす感じという感じでね。もうなんか、嘘、家燃えてんだけどみたいな。いや、そんなテンションじゃない。そんなテンションじゃなくよ、お母さんみたいな感じなんだけど。泣き叫ぶよ。さあ実際にじゃあ鏡を使ってやりましょう。はい、よーいスタート。いいよ、いい、はい、はい、オッケー、はい、オッケー。さあ取れました。じゃあ次はアリサちゃんいきましょう。はい、スタート。オッケー。おお、いい顔してます。いい顔、いい顔でしたね。では佐々木さんいきましょう。いいですね。取れました。オッケー。さあ3人取れました。では一番のぶきょうが良かった、可愛いなと思った困り顔を決めていただきましょう。お願いします。3人の中で一番可愛かったのは有沢さんです。イエーイ。これちょうどちょうど宇宙人みたいね、なんか。やばい、鏡を使うことで。やばい、こんな感じで地球に来たけど誰も相手にしてくれないんだ。これがちなみに一番やばいのはやっぱりあの後ろの鏡がちょっと大事だもんこれ。やばい、外人さん。外人、マジでヨーロッパ人みたいになってるから。めっちゃ面白い、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 面白いの面白い、ぶっちぎりで佐々木さんでしたけども、可愛いですから。か優勝は有沢さんでした。
え、そう、初めてやりました、これ。いや、初めてで、ね、変な感じ、めっちゃ面白いですね。いい感じに撮りました、皆さん真似してください、はい、ということで、また次回会いましょう、さよなら。